ゲストは、ピアニストで、数学者、そしてスティーム教育者の、中島幸子様であります。タイトルは、大阪関西万博に向けて、命を高める、クラゲ感とスティームというふうなテーマで、ございます。中島さんのご経歴ですけれども、いただいた資料とですね、中島さんのホームページをもとに、まとめさせていただいたんですけれども、非常に、長大な文章になってしまいました。中島さんは幼い頃からですね、音楽に親しまれてピアノ演奏だとか作曲をされたんですが、その突然にですね、数学に興味、14歳の頃に数学に興味をお持ちになってですね、高校2年でとうとうですね、インドですか、インドで開かれた国際数学オリンピックで金メダルを取ってしまいます。で、順調にですね、数学を極められてですね、東京大学の数学科、ここでですね、数学の研究に当たったんですが、卒業後、何をされたかというと、ミュージシャンの生活に入られたというふうなご経歴でございます。ピアノの、バンドだとかですね、オーケストラの、キーボード奏者とかをですね、経験されて、講演活動を国内外で、されておりましたが、これまた、突然にですね、2010年頃からですね、音楽に、また音楽から数学に戻られてですね、また研究活動を再開され、いろんな著書、ここにありますような、いろんな著書だとかですね、並行して CD、アルバムなんかも発表されております。まさにですね、数学と音楽をシームレスに行き来されているというふうに、常人では計り難いようなご経歴を経験されております。こうした経験、私たちにとっては謎ですけれども、この謎についてですね、本日、ピアノ演奏と数学の解説、あるいは万博に臨むこれからのですね、中島さんのご活動を見てですね、その謎を解き明かしていただこうと思います。それでは、中島幸子さん、よろしくご講演をお願いいたします。はい、皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました中島幸子です。ちょっとすごい素敵な紹介をしていただいてありがとうございました。結構好きなことがいろいろあって、音楽、数学で、それだけじゃなくて、なんかテクノロジーとかものづくりとか自分は苦手だと思ってたんですけれど、そういう世界がすごく面白いなと思っている中で、スティームという考え方に出会って、最近はその教育活動をスティームということで、いろんなものをつなげて、そういう好きを持っている人たちをつなげて新たな好きを満たしていくみたいな、そんな活動もしております。今日は本当に素晴らしい会場で、今日皆様とこうやってお時間いただきましたことを非常に光栄に思っております。後ほどちょっとだけ、演奏もするかもしれません。で、ちょっと実験的に皆様と、今日は、万博の話をいろいろしようと思っているんですが、最後頃はお時間いただいて質疑応答するんですけれども、ちょっとだけ実験的に、最近子どもたちとかとやるときに講演でどうしても一方的になってしまうので、皆様にですね、リアルタイムで、匿名でいろいろ疑問とか、ご意見とか書いていただくことで、実は皆さんの頭の中で浮かんでいるいろんなことをですね、吸収させていただきたくて、今ちょっともしよろしければスマホをお持ちの方、お持ちでない方はぜひ後で実際に手を挙げていただいたりできればと思います。この QR コードをスキャンしていただきますと、あるページに飛びます。で、私がスライドを変えると、それが、質問のページに変わったりしますので、そしたら皆様にそこで答えていただくと、基本的には匿名で、その内容がこちらに出てきます。ぜひ皆様の考えていること、万博に一言物申したいこととか、ぜひぜひ伺えたらと思いますので、よろしくお願いします。匿名になりますので、もし指名、明記したい方はお名前書いていただければと思います。今23人、もうちょっとだけ待ってみましょうか。
で、その間にじゃあちょっとだけ自己紹介の続きになりますけれども、2020年の7月ですね、ちょうど2018年から20年、私はニューヨークの方で、自分の会社を17年に立ち上げてから、急に起業と留学を一緒にしまして、2018年から20年はニューヨークにおりました。で、20年の6月に帰ってきて、7月に、大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーの発表になりまして、そこで、もともと教育という分野で、アサインいただいて、まあ、今は命を高めるというテーマ事業で参画しております。今日はせっかくなのでそういうお話をたくさんさせていただければと思っています。で、そのでもお話しいただいた背景には、音楽数学っていうところもありますけれども、同時にやっぱり STEAM 教育っていう、何でしょう、世界でいろんな新しい学び方、学校がどうあるべきか、学びはどうあるべきか、働くとはどうあるべきか、結構いろんなことが根本的に問われ直されている中で、日本の世界も動きがあっています。で、そういうところに今関わっていて、そのお話も合わせて、させていただければと思います。もう少しで50人いきそうなので、50人いったらスライドを変えます。でも止まるかな。じゃあ45でいいか。はい、46まで来ました。ありがとうございます。じゃあちょっとこの辺りでスライドの方に行きたいと思います。あ、ではですね、ちょっと今そのスライドを変えました。大阪・関西万博について知りたいこと、まあ、万博に書いてあらなくてもいいかもしれないんですけれど、ちょっと万博の話も多いのかなと思いますので、もしよければこちらに書いていただくと、私の方で皆さんの回答を見ることができます。後で時々こちらを覗きに行きたいと思います。今多分皆様のお手元のスマホのページがスライドが切り替わりましたみたいなものになっていると思います。そちらにクリックしてゆっくり考えていただいているので、何かしら投稿をお願いします。はい、ということで結構カジュアルにやっていこうと思ってますけれども、はい、ではですね、ちょっと、まだ来てないですね。はい、では3時半ぐらいまでお話をしていきたいんですけれども、命を高めるクラゲか、なぜクラゲかは後でお話します。そしてスティームとで、今は文科省さんとか経産省とか内閣府とかのいろいろ教育変革の委員会とかにも携わらせていただいております。あとは先ほどご紹介ありました国際数学オリンピック、来年日本大会がありますので、そのあたりでも実行委員会として、動いているところです。はい、その辺りもちょっとお話をしたいと思います。で、ざっくりここはもうイメージですけれど、創造の喜びを世界へと書いてます。私自身音楽も数学も作ることが面白いと思ってます。なんかこう答えが一つの、やっぱりテストってあんまり面白いと思ってなくて、それでは数学オリンピックも究極はテストなんですけれど、なんかこう答えが一つではないもの、もうずっと考えてもなかなか分からないこと、それは理系でも文系でもどんな世界にもあると思うんですけれども、まあ、人生そのものはそうなんですが、やっぱりだから面白いというところがあって、でそのためには自分が能動的に何かを作り出したい、何か考えたい、動かないと得られない喜びがあって、それがでも私は生きる喜びなんじゃないかと。で、創造性というと日本の方は結構、いや自分には創造性がないとか自信をなくされる方もいらっしゃるんですけれど、それは文化の問題で、本当はもう生きてるだけでものすごい創造性だと。で、しかも一人一人違う、創造性に一軸のなんか評価軸はないということで、だからそのいろんな世界の創造の喜びというものをみんなに伝えていって、みんなが自分の好きなものを好きとなんかこう深掘りできていくような世界になるといいなと思っています。そして好きがたくさんあってもいいかなと。で、そういうことで、いろんな活動を今しているところです。こちら2018年から20年まで私はニューヨークの ITP という場所におりました。ニューヨークの本当に多様性のルツボで、私にとってやっぱりこの2年間めちゃくちゃ大きくてですね、アートとテクノロジー、それこそプログラミング、センサー、 AI、 AR、 VR、そういうもの、今までは新聞とかで読んでただけだったんですけれど、絶対面白いはずだと思ってましたが、日本にいる間あまりそれが分からなかった。でもニューヨークに行ってみたらですね、もう、まあ、そういうことを学ぶ場所だったんですけれど、もう初日から
めちゃくちゃプログラミング面白いと、センサー面白いとなりました。やっぱり何が違うのかなっていうと、やっぱりそれを使ってあなたは何をするかっていう、ある種アート、問いの要素っていうのが常に聞かれているの で、しかもいろんな仲間がいて、国も違う、もうジェンダーもいろいろですし、ファッションもいろいろですし、立場もいろいろ、そんな人たちの中で、じゃああなたは何をするっていうことが、テクノロジーとか新しいものと必ず並行してました。どっちが大事かというと、やっぱりそこのアイデアだったりします。でも、あ、今こんなことができていて、AI って、あ、なるほどと分かった上で、それを、じゃああなたは何をする、でこれすぐに面白いものが出てくるか分からないけど、そういうことを試行錯誤をするということの楽しさっていうのが、もう、すぐなんかのめり込みまして、この2年間はもう本当にずっとなんかこうものづくりというか実験をしているような日々でした。で、夜中だけ日本と会議をしまして、日本の事業を、進めながら、それこそ経済産業省未来の教室、いろんな教育改革が行われ始めていて、それをニューヨークからやることを認めていただいたので、ちょっとある意味でコロナの一足早くですね、オンラインで Zoom とかいろんな、会議システムを、使い倒して、夜はそういうやり取りをしながら、時々日本に月に1、2回戻りながら、でもニューヨークの昼間の時間とか、まあ、時によりも、そのアートとテクノロジーの狭間みたいなところを模索するという毎日でした。ちなみに娘と一緒にいたので、娘にとってもすごく大きな、2年間だったのではないかと思っています。で、そんな中で万博のお話が実は途中でありまして、もともとやっぱり教育ということでちょっと話を聞きたいと。で、そこで私は経済産業省未来の教室で委員として、参画しながら、結構いろんな提言をさせてもらいながら、かつ実証プロジェクトいろいろやらせてもらって、こう具体的にその思想的なことを具体化するということをいろいろしていたので、おそらくそこで何かしらお声がかかったのかなと思っているんですけれども、でそこからだんだんいろんな話をして、まあ、教育というよりこれは0から120歳にとっての学びと遊びの変革なんだという話をしてました。でもよりだんだん抽象的なタイトルにしようということになりまして、すべてのプロデューサーが命をなんとかという名前になりました。私は命を高める、英語はインビゴレでございます。命を元気にする、それをテーマとするテーマ事業プロデューサーとしてアサインされた話です。で、予定として150カ国の国がおそらく来るだろうと。まだ150まで行ってないですけど、一応予定でもだいぶもうほとんど来ました。やっぱり世界が集まる非常に大きな祭りだと思います。で、2800万人の来場者、ここまで私一言言いたいのは、今のところの予定は海外の人が1割強見込まれているということなんですけれど、まあ、ドバイだと6割見込まれて、コロナの影響で結果的に4割であったと。私はもう万博に携わる以上、それが1割の世界の人だとか、全然なんかこう日本にとって本当に大きく何かこう変わっていく面白いお祭りになるにはもったいないなと思うので、1割ではなくてやっぱり4割5割、半分ぐらいやっぱり海外の方がいらっしゃって、世界のるつぼみたいに、まあ、大阪がなり、でそこから関西、日本全体、場合によって日本から世界にっていうような人の動きが出てくるといいなっていうふうに思っています。ちょっとこれ多分見るのは大変ですし、皆さんもご存知だと思います。生物学者福岡伸一先生、命を知る、マクロスとかのアニメーション監督の川森翔平さんが命を育む、そして映画監督川瀬直美さん、女性の川瀬と私なんですけれども、命を守る、放送作家小山君堂さん、命を紡ぐ、そして大阪大学のアンドロイドとか、石黒博先生が命を広げる、で理科学賞を飛ばすとメディアテスト落合陽一さんが命を磨く、そして慶応の宮田裕章さんが命を響き合わせる、でこの8名が1人ずつ、パビリオンを持ちます。で、私は命を高める、テーマとしてはここに書かれているこの一文、私素晴らしくまとめていただいたなと思ってるんですけれど、遊びや学び、スポーツや芸術を通じて生きる喜びや楽しさを感じ、共に命を高めていく競争の場を創出するというテーマ事業プロジェクトだと思っています。なのでパビリオンを持つんですけれど、もうこの事業は始まっていると、思っています。はい。で、パビリオンの
テーマだけじゃなくて、そのテーマ授業の、コンセプトみたいなもので、去年私たち実はプレイフル来月っていうのを出しました。これは今でもすごい気に入っているんですけど、プレイフルの来月、来月というのは音楽のライブみたいなのもありますし、命の日もありますし、生きているという感覚っていうのがあるかと思います。ただより分かりやすくですね、やっぱりスティームという言葉、それからワクワクを探す旅なんだと。これはだから何かを見に来るんじゃなくて、何かが始まる旅のなんか始まりのような、あるいは途中のような、そんな場だということを書いています。命が踊る、命が歌う、命が開くと。でこの辺り抽象的なんですけれども、そうですね、でもいろんなことをみんなで話し合ってきて、大事なキーワードとかが出てきていて、私たちにとってはやっぱり生きるということ、生きている喜び、それから身体性、万博というのはテクノロジーの祭典みたいなところもありますけれど、実は裏を返せば生身のいろんな人間、もしかしたら菌とかの物質とかもそれ含めてですけれど、やっぱり今回命がテーマです。生きているいろんなものたちが出会って何かが起こる、そういう民のお祭りであると思っています。なのでそこを絶対に中核に据えて、その上ででも AI とか新しい命たちとともにですね、どんな未来を描けるのかっていうテクノロジーとかも、私はいろんな人間のこう創造性を喚起してくれる新しい絵筆とか、なんかハサミみたいなものだと思ってます、楽器みたいなもの。なのでそういう意味での創造性だから、 すごい技術が未来を見せてくれるって、20世紀からすごいいろんな技術によってみんなで未来を作っていく、一人一人全員が今日いらしてるもちろん皆様もですし、もしかしたらお子さん、おばあちゃん、おじいちゃん、どの一人一人もが未来を作っていく時代なんだ、その強烈な爆発的なエネルギーを見せられるのが21世紀の万博だというふうに思ってまして、そんなことをみんなでワイワイ話しながら、作っています。なのでこの競争の場を創出するためには、皆さんのお力が必要で、仲間を今どんどん増やしているところです。はい、ロードマップとしてですね、ちょっと見えにくいかもしれませんが、2025年、なぜかクラゲ館、命の遊び場クラゲ館というパビリオンが立ち上がります。でも2025、夢島だけじゃなくて、もう今から始まっている、去年ぐらいからもどんどん言ってますけれども、未来の地球学校プロジェクトというものを立ち上げています。メタ大学というか、メタ学校というか、もう地球上すべてが、まあ、宇宙もいれるかもしれませんが、今の地球で地球上すべてが学び場であり遊び場であると。でいろんな点と点をこの際だからつないで、今まで分断されていたものをつないでいくということをやっています。でちょうど学校変革、文科省さんの新しい学習指導要領とか始まっていて、自分たちで問いを立てて、自分たちで何かこう形にしていくような流れが世界でも日本でもできている中で、それを支援するためにも、今までみたいに学校、クラス、先生とか時間割とか、あるいは企業、ミュージアムとかがこう分かれていると、なかなかその本当の喜びに到達できない、むしろ格差が広がってしまう。でも、それを本当に格差なく、本来一人一人持っているものを開いていくためには、やっぱりつながっていくこと、競争のエコシステムができることが大事であると。でそれはちゃんとサステナブルなお金も回っていくような仕組みにならない限り、やっぱり一過性なもので終わってしまうと。でそういうことを経産省とか文科省とかいろいろ話している中で、これはもう実はもう学校だけの問題じゃない、大学もだし、企業もだし、地域もだし、世界もだし、ミュージアムとか図書館とかいろんなものが重なり合って、自然とかですね、作っていかなくてはいけないということで、まあ、このタイミングでコロナ禍の後、後なのかな、わからないですけれど、日本、大阪、関西で、万博があると。万博何回かありましたけど、やっぱり1970年の大阪万博、すごい強烈なものがあったので、まあ、その55年にまたこの地で万博があって、でも世界は動乱の時期でコロナがあり、疲弊していて疲れていたり、苦しんでいたりする人もいっぱいいる中で、じゃあなぜ万博っていうところの意味付けを新たにやらない限り、むしろ意味がないと思っています。なのでそういう意味でですね、万博を徹底利用するという覚悟で今やっています。なので世界がつながっていく、でそこで何か形が見えてきたら、それは社会、本当に命輝く未来社会を作っていく、デザインしていくことになるんじゃないかということで動いてまして、フューチャーとしては、ま、私がよく使っている言葉ですけど、創造性の民主化という言葉を使っています。まあ、市民化というか、
みんなが持っている創造性が開かれる、社会を作りましょうという形ですね。でこちら、クラゲ館です。建築家、小堀哲夫さんと共に作っております。企業会社、ライブハウスさんにご支援いただいて、ご一緒に作っているわけですけれども、ちなみに企業としてはですね、現時点で企業とか協賛にのところの流れでいきますと、あまり協会から明確に出してないんですけど、プレスリリースとか出てるので、もう言ってしまって大丈夫だと思いますが、ダイワハウスさんとか、大日本印刷さん、DNP さん、それから東武トップツアーズさん、観光の面でもこれから学びと観光を絡めて変えていこうと、それから今日もいらしているかもしれません、立命館大学さんにもお世話になっております。なので、協賛、大変なんですけれど、皆様のところも多分協賛の依頼とか来たりしている企業も多いんじゃないかと思いますが、だから逆に言えば、お金っていうのはやっぱり価値があるものなので、お金を使う以上は本当の意味の価値を作らなきゃいけないし、大企業さんとこんないろんなコンソーシアムを組んでやっていけるというときは、めったにある話ではないと思ってます。ただ、所詮のお金って言ったら変ですけれど、協賛という形だけだとやっぱり大企業大きなところしか入れないので、最終的にはやっぱりこうし合う思いを持つところで、いろんな形でまさに競争のプラットフォームを作っていくということが重要だと思ってますので、いろんな形で皆様と関わり合って作っていければと思っています。で、そういうことに賛同してくださるのが、建築家小堀哲夫さん、素晴らしい建築家です。ぜひ皆さん大河さんのコトクリエとかも見に行っていただければと思うんですけれども、2020年に発表があってからですね、割と早期すぐに私は小堀さんにお声掛けさせていただいて、そこから月に1回か3回か毎週のようにですね、毎週か各週かぐらいで闇鍋会議というのをしてきました。今万博ってどういうこととか、今命を高めるって結局どういうことなんだと、命ってなんだと、そういう話をずっとしていて、ある種一見無駄なようですけれど、その闇鍋会議を繰り返していくことで、でもやっぱりすごくみんなにとって今なぜ万博っていうのが、すごく腑に落ちてきたかなと思っています。でその中で命とか創造性にとって大事なものは何だろう、いろんな人が関わってて、アーティストだとか数学者もたくさん関わってもらって万博について語ってました。そしたらみんながその中でですね、命、創造性、何が大事か、揺らぎのある遊び、遊びが大事だと。遊びといってもテーマパークも楽しいし映画も楽しいけど、こう決まってる、もう何が起こるか分かってるものじゃなくて、まあ、人生のようにですね、あるいは砂場で遊んでる子供とか森の中でなんか遊んでるみたいに、揺らぎのある遊び、まあ、遊びってもともと無目的で、今教育でもビジネスでもこれの目的は何ですか、ゴールは何ですかって聞かれるし、説明を求められるんですけど、無目的な遊びっていうものが実はすごく大事であると。それがないと何かの想像、最後の想像はもちろん目的が出てくるんですけれど、そこの前のいろんな余白のような揺らぎのある遊び、これすごく大事だよと。これは創造性にとっても大事だし、命にとっても大事で、例えばアリとかでも、働くアリと働かないアリがいたりしますけど、働かないアリさんも周りがみんな働かないアリのところに入ると働き出したりとか、環境とか状況によってどう考えているのか分かんないですけど結構変わります。でおっちょこちょいのアリさんがいたりとかですね、人間と同じでですね、でもやっぱりそういう揺らぎがあるからこそロバストというか、何か災害があったり困ったことがあった時に、なんていうんですかね、生きながらやることができる。みんな同じような感じだとやっぱり弱いんですね。なのでやっぱり長らく生きてきた命っていうところではそういう神経もあって、だから何かこういろんな人間だけじゃない命から学べる命とか創造性の大事なことがあるね、でもそれは実は揺らぎのある遊びなんじゃないかっていう話になって、で私はもともと万人万物が生きているとか、こういうマイクとかこういうものとかも命があるとかですね、あとは中に入った人そのものがすごい命の、爆発的なエネルギーを持っているので、それを感じられるような半透明の時にとか言ってるうちに、なんかみんなの中でクラゲっていうイメージが出てきまして、まあ、クラゲにある種その私たちの思いを託した形になってます。2025ぐらいまでにはクラゲっていうのが
こうなんかいろんな意味を持つあの生き物としてのクラゲだけじゃなくて、なんかそういうクラゲのある遊び、レッツクラゲみたいなことが出てくるといいなと思ってクラゲを推していきたいと思ってますので、ぜひ皆様にもあのクラゲということ、クラゲを通して、必ずしも目的が決まっているものだけじゃないもの、そういうものをですね、でもなんかふわふわと、上もなく下もなくと動いていくようなものを、なんか象徴として今の時代生きていけたらいいなと思っています。とそうですね、語りたいことはいろいろあるんですが、あのクラゲ台ですとかクラゲ茶室とかよくわからないことがいろいろ載ってますけれど、はい、いろんな面白い方々と深い話をさせてもらいながら今にこのプロジェクトを進めています。はい、茶室とかですね、あの日本文化の面白さということも今作るを通して学ぶということをやってまして、何を持ち迷ったか急に私が茶室を作るプロジェクトをやりたいということで、去年、今年か、京都スティームというところで茶室を作る、子どもたちと一緒に茶室を作るという命を高める茶室、命が高まる茶室というプロジェクトになりました。それ以来いろんな形で、特に浦仙県の方々ですけれども、そうですね、お茶室とかお茶のなぜこういうルールができてきたかとか、なぜこうなってるのかっていう背後のことをこう教えてもらうというか気づかせてもらうことが多くてですね、ああなるほどと、これはもう学び、まさにスティーブで言っていることも全く一緒で、でもやっぱりこれって学んでるだけだと面白くなくて、やっぱり作ろうと思った瞬間にものすごく当事者として考えるんだなと。でそれは子どもたちもそうでした。なのでいろんな形で今茶室からもいろいろ学ばせていただいてますけれど、日本文化とか世界の文化、伝統的なもの、そういうものも改めて作るを通して出会って、それを未来につなげていけないかと思っています。ずっとちょっと最近喋りすぎていて、ここまでだけで30分喋ってしまってますけれど、せっかくなのでちょっと緩和休題という形で弾けばいいですが、ちょっとこれは去年の夏に作った映像なんですけれど、まあ、本当にあの特に何か言ってるわけでもないんですが、こんな感じでやっていきたいなって雰囲気をちょっと味わっていただければと思います。ちょっとだけ聞いてみてください。これが去年の夏に実は1回作って出しています。でこの時にエクスポ PLL トークスでボリューム1というのも8月に行いました。その時にあの合わせて出したものです。もしよかったら途中から協会さんの YouTube の方に移したので、もしよかったら見てみてください。であと今年の5月ぐらいにとってつい最近リリースしたものでもうちょっと長いんですけれど、私が、もうちょっと中身ですね、パビリオンこんな感じで作っていて、ここでみんなにこういうことをしてほしいみたいなことを話している動画もあります。今日ちょっとそれは出さないんですけれども、協会の方で命を高めるで調べていただけると出てくるかと思いますので、もしよかったら見てください。あとエクスポ PLL トークス楽しくやってきまして、スライド用意しないんですけれど、
第4回まで命を高めるシリーズで行いました。必ず手話を入れて耳が聞こえない方結構たくさん見ていただきました。私たちも初めて耳が聞こえない方も含めた配信をやってみたら、最初もトラブル続きで大変だったんですけど、でもやっぱりすごく見ていただいてコメントもくれるし、手話の方ともやっぱりすごく仲良くなって、で目が見えない方も参画してもらったりとか、あと、まあ、本当にいわゆる官僚の方もいらっしゃれば、何でしょう、音楽家であったり数学者であったり、いろんな人たちがいろんな立場で万博について語り合うという4回をやってきました。今ちょっとストップしちゃってるんですけれども、まあ、だんだんトークだけじゃなくてもっと体験を伴うようなシリーズにしていきたいなということで、まあ、こういうなんかちょっと皆さんを巻き込んでいくようなことももっともっとやりたいと思ってます。ぜひお力もいただければと思います。はい、それも全部見れるはずなので、もしよかったら見てみてください。で、万博の会場内のパビリオンのことは、そのメッセージ動画を見ていただいたりするのがいいかと思います。ここではもうささっと喋りますけれど、今小堀さんたちと、エリー作ってますけれども、一番最初に登っていきます。登るの大変だなと思われる方いるかもしれません。だからこそのインクルーシブ会議セッションというのをやりまして、見えない方は車椅子の方とかおばあちゃんおじいちゃんとか、そういう方でも登るを楽しめるようにするにはどうしたらいいか、なんか守ってあげるというよりは、むしろちょっとスリリングなぐらいが楽しいとか、だからこそ楽しいというものをどうやって仕掛けられるかということをみんなで話していました。はい、全部そうですね、完璧なことだけがいいことじゃないとは思ってます。で、登ってきて上に行きますと、これちょっと見えないですけど、上にこうクラゲの屋根みたいなものがかかっていると。で、ちょっと半屋外のスペース、公園みたいな場所を準備しています。私たちやっぱり開かれた、なるべく外の空気とか風が感じられるところ、そこでいろんな活動が繰り広げられるというようなイメージが伝わったので、それを1階じゃなくてあえて2階に持ってくるということを、やってみました。ドバイに行っていろいろ小林さんとも考えて、そうですね、こういうアイデアに今なってるんですけれども、で、上のところではいくつかワークショップが、決してそんなに広くはないんですけれど、いくつかワークショップができる場所がありますので、ぜひそういうそこで世界の人と出会うということも、三角いただける余地を残そうとしています。この余地を残すってすごく確かに大変で、建築の皆様にはご迷惑かけていると思うんですけれど、できるだけ一般の方とかが来るだけじゃなくて、作り手、万博作ったんだよっていうところに携われる余地がないかということで、一つのエリアとしてこのワークショップゾーンを作っています。これは企業の方とかにも参画いただけるんじゃないかと思います。で、そこから時間が来ると下に降りていくと、で、下に降りていくとある意味で暗いゾーンに入るわけですけれど、そこで、そうですね、これが作る喜びゾーン、上のワークショップエリアで、下、これもあくまでイメージ図です。まず発明ゾーンがあって、これも0から120歳の子どもたち、だから皆さん誰でもでもいいですけど、0から120歳の子どもたちの面白い発明、今のところの予定だと大体3個ぐらいを6ヶ月で入れ替えで18個ぐらい、置けないかと思っています。今子どもたちも一般市民の発明家となっている時代です。もちろん大企業とかすごいものいっぱい発明してるわけなんですけれど、いや、もっと市民的な目線でもいろんな面白いものが生まれているので、なんか人間洗濯機のようにですね、ちょっとでももしかしたらこれがもう10年後には当たり前になるようなものになっているかもしれない、そんななんか不思議な発明を、私たちも作っていきたいけれど、皆さんと一緒に作るを応援してここに展開したい。で、そこから徐々に、私やっぱり音楽と数学が好きなので、音楽を一つの象徴として、なんかこう作る喜びというものを作る、つながる喜びというものにつなげていきたいと思っています。で、それがですね、万博ってどうしても視覚的な要素が多くて、きらびやかなものが多くて、多分最先端のいろんな目に訴えかけるものが出てくると思うんですけれども、でも大体やっぱり二次元的なものが多かったり、二次元の中の三次元のメタバースもそうだし、すごく面白い世界なんですけれど、なるべく私たちがその身体的なものに訴えたいと思った時にですね、やっぱり人のアイディアであったり、体を動かすであったり、で、そこの中で、もしかしたらフィジカルのもの、センサーとかも通じて、コンピューターさんが本当はね、もっといろいろ感じたいであろうところに、センサーとかを通じて感覚を取り戻すのかわからないですけど、得てコンピューターさんもつながってくるので、いろんな
ことを繰り返しながらですね、こう自分が何か動いたり関わることで音が生まれたり、それが何かこう共存してきたり、これ音でやるのはちょっと難しいかもしれないですけれど、音を通じてその創造性というものを感じてもらうような場、それから世界中のいろんな音、音楽をつないでいくようなことを考えています。岡本太郎さん、民族芸能というか民族工芸ですかね、いろんなものを万博を通じて世界中に人を送り込んで取ってきて、もう全然触れる状態で展示して、それが今の民博につながっていたりします。これ私は岡本さん、本当に太郎さん、いろんな点で大好きなんですけれど、そこもすごくうまくというか、万博という機会をですね、の本質を見据えて使われたなと思ってます。別に民族ということをそこで踏襲するわけじゃないんですけど、ただやっぱり徹底的に脈々と昔から流れるものってやっぱり強烈なエネルギーがあって、だから本当に万博の一番すごいテクノロジーって何かというと、もしかしたら古代に流れていたりするものだったりするかもしれない。まあ、民博もやっぱりものすごいエネルギーがあって、その中で消えていく民族音楽とか舞踏とか、そういうパフォーマンス的な時間を伴うアートですね、そういうものは、もっともっとちょっとこの機会に、世界中とつながって、それをなんか皆さんの身体に、心を揺るがすようなところに持っていけないかと思ってます。これは私は音楽家としても自分が絶対どこかで人生の中で徹底的に学びたいと思っていたこともあります。この機会に世界中の民族音楽、あるいは日本の盆踊り、民族のいろんなもの、お祭りですね、お祭りというものをやっぱり改めて浮き上がらせていきたいなと思っています。太郎さんとかでももちろんお祭り広くあったり、お祭りというものが出てました。私たちはやっぱり今21世紀でこの時代でコロナで結構引きこもっちゃった後で、やっぱりお祭りというもの、それがもしかしたら世界のいろんなお祭りとここの日本とかのお祭りがこう重なり合うようなことで、新しい未来のお祭り、今のお祭り、未来のお祭りが生まれてくる、そんなことを市民の立場で、炎上できるような場所を作っていきたいなと思っています。あとですね、ちょっと長くなってますけれど、万博の話長くなってますね、スティーブの話をしますが、もう少しだけ話させてください。まずこれ絶対やりたいことでは、これも力いただきたい。1週間くらい世界中の人を巻き込んで、世界学び遊びサミットを開催したいと思っています。これ今から本当に本格的に動こうと思ってますけれども、 OECD が世界でいろんな会議をしています。それを、ね、なんとか日本に持ってこれないか、それから TICA も2025年日本で横浜の方で開催されています。それとなんとか、大阪の方とつなげられないか、Teach for All、 今ちょっとずつ動きをしているんですけれど、いろんなそういう世界的な、学び遊びに関するものはあるんですけれど、まあ、万博という機会でですね、みんなで集まれば、もう本当に いわゆる途上国も、そのいわゆる西洋の国もですね、それからいろんな立場ですね、今インクルーシブということも非常に、話題になってますけれども、いろんな立場の人たち、子どもたち、0から120歳の子どもたちが、自分たちが主役となって未来の学び遊びを語り合うような、あるいは表現し合うような場を作れないか、これが5年に1回万博という場で行われるようになってくると非常に面白いと思っています。これはやりたい一つの大きなイベント。で、あとですね、クラゲ館の横にちっちゃい、もう本当にちっちゃいんですけど、ミニステージを何とかしておきたいと思っています。クラゲ館中にもぜひ来ていただきたいです。皆さんぜひ来てください。あ、ちなみに、どんな話が今度あれですけれど、VIP 室がすごく素敵なお茶室を作っています。はい、これも、本当は私は VIP って言うのがあまり好きじゃなくて、まあ、皆さんお迎えする場なんですけど、でもどうしても人数が限られると思うので、そこに関しては、でも、すごく本当に素敵な形で、作ってますので、そのお茶室も来てください。ちなみに一般の人たちでその茶室を作るワークショップも上でもやろうと思っているので、そこも完全に開かれている状態です。ただ、そういうのもあるんですが、このクラゲ館に入っていただくのもあるし、これはもうその辺を歩いている人たちが見えるような状態でミニステージを持ちたいと。でここではいろんなアーティストも来るかもしれないし、子どもたちも関わってもらいたいと。で8館の真ん中の広場、今命広場と呼ばれている場所があります。ここも、使いたいということをずっと言ってまして、そこからもしみんなが使ってなかったら、そのシアター、ちっちゃいステージから
命広場に流れていくようなお祭りのようなことができないかということを考えています。はい、なので皆さん、さっきから私は利用と言ってるんですけど、徹底的に私のここのクラゲ館を利用していただいてですね、ちょっとそういう同じような思想で、未来に向けてつながっていく仲間を増やしていきたいと、仲間がこういろいろ作り出せる場を作ろうとしていて、これの一つがメッセージ。あとはもう一つ、やっぱり野外イベント広場大きいとかあります。そこで象徴的に世界五感競争フェスティバル、世界中の面白い音楽とか舞踏とか集めながら、それが重なり合うような競争になる、協力して奏でる競争としてのフェスティバルやりたいなと思ってます。で、スティーブの話もするんですけど、その接続としてですね、ちょっと今日これ後日公開されたりすると聞いてるんですけれども、まだ、オフィシャルには全く言っていない話をちょっとだけさせてください。今月中ぐらいをめどにですね、社団法人を立ち上げようと思っています。今自分として株式会社スティーブ持ってるんですけれど、やっぱりもっともっと今せっかく万博ということも含めてですね、いろいろつながってきた企業とかでも本当に学びを変えていきたい、エコシステムを変えて作っていきたい、でもっと仲間を増やしたい、今万博という枠組みだとやっぱり協賛とかいろんなことがある中で、じゃあ社団を作って並行して盛り上げていけないかと、一般社団法人、最初スティームセンターとか言ってたんですけど、いや違うなと、スティームバンドということで一般社団法人スティームバンドを立ち上げます。会長として鈴木寛さん、元文科省の副大臣もされてました。いろんな世界とつながっている鈴木寛さんともですね、話しているうちにこれは社団を立ち上げようとなったんですけど、鈴木寛さんと私の方を25までまず代表を務めさせていただく予定ですけれども、あとは本当にいろんな立場の方々を理事に迎えしつつ、でも理事というのもだけじゃなくてフェロー、実行委員会、いろいろ立ち上げながらですね、ちょっと万博の少し外側の教育変革と万博の間みたいなところをこのスティームワードでやっていけないかと思っています。こちらについてもぜひこれからご一緒できる方々が増えていくといいなと思っています。学びの大変革を仕掛けていくんだと、0から120歳の学びの大変革、はい、子どもたちだけ、いわゆる子どもたちだけじゃない、まあ一つの場として命の遊びのクラゲ館がある種の大きなステージとして待っていますと。やりたいことはたくさんあるんですけれども、今やっぱり大事だなと思っているのが、まず競争コークリエーションのコミュニティを作っていくこと。ちょっと見えにくいですね、見えにくいですけれど、真ん中に競争のコミュニティ構築する地球学校、右側に競争のプラットフォームの構築、やっぱりいろんな人たちをつないでいくときに、今は結構現場レベルで私たちがこういろいろつないでいるんですけれど、それをある種バーチャル上のプラットフォームをうまく活用しながら、もしかしたらフィジカルな場も今作っていっているので、そういうものも含めたプラットフォームとして競争のプラットフォームを構築していく必要があると、マッチングの場みたいになってくると思います。その中で学習データの利活用とかそういうこともあるだろうと。それからもう一つ大事であろうと思っているのが、これ大学企業ともに、学校とともにですね、すごく大事なキーワードだと思っているのがメディターです。日本であまりメディターと聞かれないかもしれません。ちょっとずっと喋ってるからあれなんですけど、ちょっと時々皆さん動きがてらちょっと聞いてみたいと思います。メディターっていう言葉を聞いたことがあるという方どれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。そうですよね。でもなんかもしかしたら一般的に生きてるとあんまり聞かないかもしれなくて、ただ諸外国だとすごくよく聞く言葉です。もう学校といえばとか探究といえばメディター、だからなんかこう寄り添ってくれる人みたいな感じですね。で仕組み化も結構できていて、ちょっと上の先輩とか近くの大学の人がメンターになってくれたり、あるいはもっとなんか大学のロールモデルみたいな人がメンターになってくれたり、なんかこう一人じゃなくていろいろな形 で学校の先生とも違う人がこう寄り添ってくれるっていう、こういう仕組みみたいなものがすごくあって、日本は真面目な部分なんかこういう競争の仕組みみたいなものが今ちょっと弱くなっちゃってる中で、なんとかしてもうメンターと言い続けるかどうか、名前は変えてもいいかもしれないけど、メンター的なものっていうものをちゃんとなんかこう日本の中でも作っていくというか、その仕組みをちゃんと作っていく必要があるなというふうに考えています。今日本で起こっちゃってることとして言うと、例えば大学で研究者とか企業でもなんかそういう教育に関心があったりして関わった人が、結構いろんなことを自分で全部やらなきゃいけないので、事務的なことも
いろんな運営もですね、すごく疲弊してしまったり、それがあまり大学とか企業で評価されなくて、まあ、結果的にサステナブルじゃなくて疲れて終わってしまうとかですね、お金がすごいかかっちゃったとか、まあ、肝心の本業ができてないじゃないかみたいなことになっちゃうということはよく起こっています。あと受け取る側でも時々メンターと言いながらすごい上から目線でだからダメなんだみたいなことを言っちゃって、もう研究なんかしたくないってなりましたっていう人も聞いています。なんかいろんなことが起こってます。メンターの資質みたいなものがやっぱりあるので、ただ単に専門家だったらいいということでもなかったりして、でもここって単純に文化がまだ成熟って言ったら変ですけど、知らなくて良かれと思ってみんながやってそうなっちゃってると。だからもうちょっと俯瞰した形でそろそろ今時期が来ていて、こういうものを、まあ、メンターの資質とかをちょっと明らかにして、答え一つじゃないと思うんですけど、なんかメンターどうあるべきかで、メンターの仕組みみたいなものがちょっとしたお金でもいいし、あるいは評価でもいいし、もうちょっと企業とか大学も交えてですね、仕組み化されてくると、これは社会全体にとっていいことになるんじゃないか、そしてキャリアにも使えるようなものになってくるんじゃないかと思っています。人材育成にもなると。なのでそこの認定制度とかを作れないか、そこの背景にはシグネチャーパビリオンがあったり、あと図書館、科学館、美術館、こういう公的な場所を活用していきたいという思いが今すごくありまして、世界でも図書館とかをですね、すごくうまく使っていて、ライブラリーメーカースペースといって図書館のところに 3D プリンターとかロボットとか、別に 3D プリンター偉いわけじゃないんですけど、ただやっぱり面白いこといっぱい起こってるのに、各学校とか各ご家庭にそれを持とうとすると難しくて、やっぱり持てる学校、今日本では生じているのはそういうことですね、私立だったり優秀な、なんかこう校長先生がすごい理解があってみたいな学校にはそういうものが用意されているけど、そういう感覚がなかなか持てないところだと全然なかったりで、国からの予算とかもなかなかこうそういう補助金がどう取れればいいのかとか分からなかったりですね、してこうなんとなくこう出会える道具とかでもちょっと格差が出てきてしまっていて、もったいない。ギガスクール構想で今中学校高校とかには一人一台端末ぐらい、高校も含めてですね、だんだんギガスクールの流れを受けて、揃ってきてます。でもやっぱりそれで使って何をしようとか、もうちょっとその創造的な活動みたいなものが見えてなかったり、コンピューターだけではないものも必要な中で、じゃあでも各学校各ご家庭にそれを要求するのは難しかったら、もうちょっと開いた例えば図書館とか美術館とか、そういう場所を活用できないか、これは世界の流れなんですね。2011年ぐらいからニューヨークから始まって、今欧米全般的にいろんな図書館のところにそういう場があります。でここで日本でもちょっと動いてるんですけど、あんまり使われてない。何が問題かというと、使われているところもあると思うんですけれど、比較的やっぱりその人材育成ですね、今度その場を誰が回すのかっていうところが十分にまだ組織化されてないことが多いと。じゃあやっぱり人を育てるということを、その真ん中にいてくれる人を育てるということを含めて、この図書館、科学館とかのうまいことの活用、まあ、日本の場合図書館がうまくいくのか、美術館がうまくいくのか、はたまた企業が持っているスペースがうまくいくのか、こういう場を使うのか、ホールとコンサートホールとかもそうですね、こういう場所も今どんどん役割が変わってきているので、ちょっと違った場の使い方をするとして、みんながそこに活用できると、そういう開かれた公共性ということがあり得るんじゃないかということで、こういうところともつながっていこうとして、今モデル的なところを作っていっているところです。で、この未来の地球学校、まあ、これは先ほどご説明しました。で、あとそうですね、今まで説明してきたようなことを活用要素としてやっていこうと思っています。で、ここは世界をつなぎたいと思ってました。さっきの未来の地球学校、今ですね、去年が40校ぐらい、今年多分もう100近くになってきています。何をもって未来の地球学校かっていうのはあるんですけれど、意識していることはやっぱり多様な立場っていうところで、特別支援学校の皆さんも入っていただいて、何校か入ってもらったり、ろう学校の方とか、あとそういう美術館とか、農業の高校、林業の高校、水産業の高校、高専、あとはカンボジア、マレーシア、モンゴル、いろんな海外のところも含めてですね、一緒に作っていってるところです。で、こんなことをやっていくぞという社団を立ち上げますので、もうちょっとしたら今これがまさに動いているところで、まだホームページも何もない状態で柔らかいところをお話しして恐縮なんですけれども、ぜひちょっとお待ちしていただければと思います。はい、そうですね。で、あとこれも柔らかいところですけど、予告だけしておくと、
コンテストもやっぱり開いていきたいというふうに思い始めています。でコンテスト今だん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 いろんなところで生まれてきています。だんだん入試が変わりつつあって半分ぐらいが英語入試になるという感じになっています。これからですね、なんか諸外国と似てくると、だんだんみんな私はこんなプロジェクトやってきました、私はこんな人間です、こんなことに興味があってこういうスキルがあってこういう失敗をしてきました、そういうのがすごく価値になって、あなたはこういう人なんですね、じゃあうちが求めているものとマッチしますね、マッチングですね。入試っていうのがこういわゆる偏差値だけで判断されるものから徐々に諸外国がやっているようなマッチング的な考え方に変わってきている。でもちろんもしかしたらこの絵とかもあるかもしれない。でもある意味で大学に入るとかっていうのは本当に入り口なので出口ではなくて、だからそういう意味ではマッチングがもしかしたらたまたまうまく理解されなくて入れないこともあるかもしれないけど、そこから後っていうのもそういうなんか自己問答を繰り返すことで、あ、自分は本当にこれがしたいのかなとか、あ、でも自分はこういうことも人生の中でやってみたいとか、まだ分からないからもう少し模索したいとかですね、出てくるはずで、まあ、そういう意味でもそういう方向に私入試変わってくるのは面白いなと思っています。もちろん入試変革ってすごくゆっくりだと思うので、まだまださっき時間はかかると思うんですけれど、でも変わってきているのは間違いないです。少子化っていうこともあると思います。でその時に、まあ、一つ分かりやすいところでコンテストの結果とかを皆さん書くわけですね。だからコンテストも乱立していくであろうと思ってます。でこれ一歩間違えると偏差値の時、偏差値も悪いことばかりじゃなくていいこともたくさんあったんですが、ただ一律になんかただ合格を求める、ただ競争で1位を求めるってなるとすごく面白くない社会になると思っていて、ある意味で創造的ではない社会になると。じゃあコンテストが果たす役割って何かというと、私はコンテストっていうのは成長であり学びの機会だと、私はというかですね、みんなといろいろどうあるべきかっていうのを話しながら私たちがずっとやってきたことを振り返ると、ああそうか、コンテストってちょっと違和感があったんですけれど、やっぱり出会える機会なんですね。学び成長の機会であると、あと自分自身も自問自答する機会であると。なのでそういう設計で何かできないかということで、今年完全にプロトタイプ版で、第0回をやってみようと思っています。このあたりもですね、ぜひちょっとこれも10月には発表すると思いますので、もしよければウォッチしていただければと思います。はい、ということで今いろんなものを作っていこうとしているタイミングです。ここからもうちょっとスティームの話をしていきますが、まあ、せっかくの機会なので今結構私の思いみたいなものばっかり話しちゃってちょっと恐縮なんですけれども、私はある種反万博の精神って大事だなと思ってまして、万博、まあ、当たり前のように、今回の大阪版関西万博は普通の万博に比べると予算ちっちゃめです。ドバイとかと比較しても、前の大阪万博と比較しても、場所もそうですね。それでもやっぱり一般市民の感覚からするとかなり大きなお金が動きます。そしてご存知のように半年間したら消えてなくなっていくものがほとんどです。だとしたらいろんな方が批判的な話をされるのも私はむしろ最もだと思っていて、一市民から見ると。ただ作り手目線でみんなが考え始めた時に、やっぱり万博が持つ意味っていうか価値というかを作り得ると思っていて、やっぱりこれだけ大きく世界中の人が集まる、本当はオリパラがもしあれが世界中の人が来てたらまた全然違うイメージになってたのではないかという気はするんですけれど、実際ちょっと開催自体は素晴らしかったけれど、なかなか本当の意味のオリパラの意義というか、みんなが世界中の人が集まるということができなかった中で、でコロナがあってそういうふうになって、でその中で見えてきた、まあ、今の社会の仕組みというものが大きく変わろうとしている、変わりうるタイミング、このタイミングで2025大阪・関西万博、もちろん今戦争もありますし、2025年無事にその万博だって言えるような社会になっているか時代になっているかまだ分からない。でもだからこそ、もうそういう時代だからこそ、なんていうんですかね、なんか万博を一つの与えられた任務でこれをマニュアルのように正解を求めて成功させようと思うよりは、もう一から考え直すというか、この時代で本当に戦争もある中で、じゃあ私たちは何を考えて、学びの変革もそうです、万博というものもそうです、なぜ今万博なのか、
万博でできることは何なのか、それを、まあ、ルール作りからですね、もう一度やり直すぐらいの覚悟でやっていくことが大事なのかなと思ってまして、なのでぜひ今日はこの機会で私が今一方的にお話をしているんですけれども、ぜひ皆様ともですね、どん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 議論したり、コントロバーシャルなちょっと批判的なことも含めてちゃんと議論していくことが大事かなというふうに思ってますので、ぜひ皆様のこと聞きたいと思います。ということで、ちょうど、ここからスティムの話をしたいんですけど、そこの当然タイミングでちょっと皆さんのベンチメーター見てみます。見えますかね。これいいですね。全部答えてるとキリがないと思うんですけど、今回の万博はこれまでの万博と比べて何が面白いでしょうか。すごい際どい難しい質問ですけれど、さっきもちょっと言ったようにですね、私はその民が作り手になるということを明確に見せられる万博でありたいって思っています。技術がこう未来の夢を見せてくれるっていう、こう受け取る側として民が来るっていう、みんなが市民が来るということだけじゃなくて、あ、自分たちが何かこう未来を作っていけるんだということを感じられるお祭りでありたいと思っています。でそこでは実は身体性であったり、生きているということだったり、命っていうことが大事なのではないかと。で、あ、いいですね、いろいろあります。どれがいいですかね。メタバースの中で万博、これもまだまだ永遠に作られているところだと思います。逆に言うといろんなことを仕掛けられる、ちょっと体験型のマーダーミステリーとか人狼とか、最近私の娘とか見ててもああいうなんか自分が参加しちゃうゲームみたいなものがとか劇とか流行り始めてて面白いなと思いますけれど、そういうなんかフィジカルな私たち の, この生きてる世界と中の世界が行ったり来たりするようなストーリーみたいなものを作れたら面白いなとかですね、こんなに全部話してていいのかどうかわからないんですけど、後でみんなに怒られるかもしれませんが、ちょっととりあえずいろいろ話をしています。関西経済の底上げにつながるのか、つながるとしてどの程度、もちろん経済効果みたいな試算っていうのは出てますけれども、まあこれもどちらかというとどう仕掛けるか次第だと思います。現実的にですね、お金が回らないと意味がない、これは本当その通りだと思います。使うだけより、ここが大阪の精神って私は大事だなと思ってまして、一つがやっぱり観光的なもの、観光と言っちゃうとあれですけれど、旅とつなげるということは大事かな。だからクラゲ館に関してはいろんな地域とつないで、いろんな万博高校みたいなところがですね、その社会変革だ、学びの変革だということで、いろんな図書館、ミュージアム、学校つないで、リアルタイムでちょっとなんかまるで一緒にいるかのような時間を取りたいと思っています。でそういうことを通じて、なんかもうあらかじめもうパッケージにしてもいいのかもしれないですけど、大阪に来る、徳島に行った、秋田に行って、クラゲ館に来るみたいなですね、そういういろんなストーリーをちゃんと作っていって、パッケージを作っていくっていうことが大事かな。でそれもただ観光する、従来の受け取り手の観光からもうちょっと能動的に自分が何か関わり合うようなものっていうものを生み出していけないかなということを思っています。なのでこれも私たちも永遠に考えてるんですけど、これはみんなで考えた方がいいことで、どん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 ですね、やっぱりそういうストーリー、面白いストーリーを作って、道を作って、そうですね、人の動きを作っていくということが大事かなと思います。はい、盛り上がりに、具体映像が想像しにくいので盛り上がりに欠けているように思います。どうお考えですか。これもおっしゃる通りだと思っていて、東京の方ではまだまだ全然万博いつだろうって思われているかもしれないですし、関西の方でも大阪は結構盛り上がっているように見えてますけれど、まだまだだなっていうような話も聞いています。ここもですね、本当に、そういう意味で私も責任というか、やっぱりもう失敗覚悟でも仕掛けていかなくちゃいけないなと思っています。ただ従来型の広告とかメディア戦略だけではないやり方っていうものが必要かなと思っていて、なんかちょっと改めていろいろ反万博精神で考えているところなんですけど、教会の人が来たら反万博とか言ってると怒られるかもしれませんが、でもなんかそういうものの見せ方を、していきたくて、その何ていうか賛同共感し合える仲間たちで、ちゃんとそれがでも田舎のおばあちゃんおじいちゃんとかに届くような新しいメディアのあり方っていうこともすごく大事だなと思ってまして、まだまだやっぱりテレビとか新聞の力も大きい中で、でもなんかこう従来型の伝え方と
と何かその先、一歩先というものがあるんじゃないかと思うので、そのメディア戦略みたいなところもぜひ皆様と、お話しできればいいなと思っています。大学学術教育研究機関の関わり方、はい、これもすごく大事だと思います。今は本当に小中高の変革みたいなことは結構文科省さんも、計算書を見られるやつとか動いてますけれど、実はやっぱりこの高等教育、特に大学の在り方、地域における大学の在り方がすごくもなんていうか変わることが求められていると思います。諸外国のいわゆるイノベーション、シリコンバレーでもそうですし、アメリカいろんなところでそういうことを行われています。ヨーロッパもそうですね。大体のイノベーションは地域のイノベーションのハブとなっているのは大学です。結構その地域のいろんな知のこうなんか作り出す拠点となるものが大学なんですけど、日本の場合ちょっと分断されていることが多い。企業があって大学があって、企業の研究機関、大学、それから小中高、校内連携とかいろいろ言われて動き始めてますが、面白いこといっぱいありますけれど、まだまだいけるんじゃないかと。なので大学がどうあるべきか、大学生もそうだし、大学の教員のあり方もそうだし、さっきのメンターの話もそうですし、そうですね、その中で今度企業との共同みたいなことも関わってくるだろう。じゃあそれを何かもしかしたら法律とか政策みたいなことに落としていく必要もあるかもしれない、話すべきポイントはいっぱいあるかと思います。関西万博と見受けますが、どうやって周辺自治体を運んでいきますか。一つの方法がこういう学び変革っていうのはまずもう別に大阪関西に限らないものだし、むしろ全然違うなんか離島とかとつながることで、どうなってるのかなとか、自然のことを学んだりですね、違いがあるからこそ面白いので、つながり合うことができると思ってます。でそれは自治体にとって価値のあることなので、今までの自治体の予算というのは自治体にもちろん税金なのでそこに使われるわけですけれど、それがこの自治体の方にとってもいいものであれば、競争としての、複数自治体のところでやっぱりやっていくということとか、困っていることのシェアリングとか、そういうこともすごく大事になっていると思います。教育委員会さんとか、その自治体の職員さんとかもやっぱりそこで学び合えることがあるので、そこに何かお金を回していくということも出てきているので、万博というものをそういう文脈に入れていけるんじゃないか。あとホストタウンは私すごく興味があって、ホストタウンというのはオリパラの時に、各いろんな自治体がいろんな国とつながって、その国の選手を受け入れるホストする町として、ホストタウンとして任命された。で実際は2025年が一番の山場だったんですけれど、それは実際は行われなかった、コロナの影響で。しかしその前から結構交流はあって、オリパラの選手との文化交流とか、場合によってそれこそ伝統芸能の交流とか、食の交流とか、音楽の交流とかありました。でこれがちょっとある意味でせっかくいいシステムだったのに、肝心の本番で機能しなかったということで、なんとか万博に持ち込めないかということで今動いています。ホストタウンだとして日本中あります。はい、なのでそんな形も含めてですね、あの手この手でみんなが自分の当事者意識というか関わり合いを持てるような形を、創出できないかと思ってます。と当然テーマ事業プロデューサーの間の競争というか、コークリエーションももっとしていきたいと。だからめちゃめちゃ個性的な8人が通ってますので、なかなか8人全員が一致してっていうのはなかなか難しいんですけれど、2人3人とかちょっとずついろいろ仕掛けながら、あるいは企業間、あと私は各国間ですね、各国間今いろんな大使館とかともつながり始めているので、カンボジア館とかスイス館とか、なんかそういう各国間とも何か連携したようなことをすることで、ちょっと今までの万博にないよりなんかこう踏み込んだ競争コークリエーションの万博というあり方を見せられないかと思っています。そんな形でしょうか。はい、ちょっと他にもいろいろありそうですけれど、ちょっと一回次に行きます。一言みたい、これちょっと聞いてみたかったので、ちょっと際どい意見がいっぱい出るかもしれません。先ほどのページをまだ残していらっしゃる方は、スマホでそのページもう一回見ていただくと、なんかスライドが切り替わりましたってなってると思います。もし、閉じちゃったよっていう人でも一言言いたいっていう人は、メンチメーター、MENTIMETER、 メンチメーターっていうとメンチ .com かな、 www.menchi.com はそこに書いてあるんですけど、に行ってもらって、ここに書かれている数字896165っていうのを入れてもらうと、またこのスライドに来れると思います。
後で手を挙げていただいてもいいです。きっといろいろあるんじゃないかと思います。でも逆になんか汚いものがあったり、死であったり、傷であったり、弱さであったり、そういうものをちゃんと受け止めて生きていくことが本当に、まあ、それこそ創造性とか命にとってはすごく大事なことだと思っているので、なんかそうですね、弱さの価値みたいなこともこれからすごく大事だと思っています。まあ、そういう意味でも何か批判的なこととかもどんどん議論がちゃんと表立ってできる、で要はお互い当事者として話し合っていくことができるような万博になればいいなと思うので、そういう意味でこれもぜひ聞きたいと思います。もちろんこの後のスライドで期待することとかも聞いてみたいので、そっちを考えておいてください。じゃあちょっと分解させていただきます。はい、ということで、じゃあここから残り30分ぐらい、25分ぐらい、せっかくスタイルもあるのでちょっとだけあったので、ほんのちょっとだけ演奏しようと思いますけれども、そこまでのスティーブの話をしたいと思います。今話してきたことの、まあ、より具体例で、そうは言っても子どもたちなんかそんなできないでしょうとか、いやいやいや、うちの子はとか、うちの学校はこの地方はいやっていうのがあると思います。で実際今なかなか貧しいところ、親がいない子とか、そんなこと言ってる場合じゃないっていうのもたくさんあると思います。なのでそこはしっかり受け止めていく必要があると思うんですけど、ただ思ってる以上に今なんか0から120歳の子どもたちがやれることっていうのは今広がっていて、なんていうんですかね、まあ、10代の縄文時代から人間は創造性を任せて持ってて、それを表現してきたんですが、ある意味でこのインターネットが生まれて、私はインターネット大発明だと思ってるんですけれど、活版印刷が生まれてからルネッサンス時代がやってきたようにですね、地がみんなに行き渡るようになってルネッサンス時代がやってきた、民衆がわーってこう相場に携わるようになった。今回インターネットはなんかこう偉い人とか有名 なんかメディアが放送してくれたり、書いてくれたものを読んだり、撮影したものを見ていた時代からですね、誰もがこう作り手になれる、発信者になれる、地を受け取るだけじゃなくてこうデリバーできる立場になった。それはだから本来的にその人が持っているもの、弱さも含めてですね、を表現できる時代になったと思っています。まあ、だからやっぱりインターネットが一番の私は発明かなと思ってるんですけど、それの影響があって21世紀になって、まあ YouTube だとか SNS だとか、あとは大学がいろんなものを無料で公開するようになった MOOCs の流れとかですね、そういうものが起こってきています。あ、これも聞いてたな。でもこういうのも何かを知ってるか知らないかっていうのは私はどうでもいいと思っていて、それは単純に知ってるか知らないかなので、知らなければ知ればいいし、知ってる人は知らない人に伝えればいいと思っているので、何かを知ってますかっていう質問をするのはなんかちょっと別にそれを知ってるからどうってことではないんですが、ちょっとどれぐらい知ってるかだけ確認をしたかったので全然知らなくていいんですが、聞いてみたいのが MOOCs という言葉、 MOOCS、 マッシブオープンオンラインコースウェア、この言葉って知ってる方ってどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。 MOOCs、 ありがとうございます。大学関係者の方なんですかね、もしかしたら。多分一般的にはまだそうでもないですね、多分。はい、そうね、無料でその MIT とかハーバードとかプリンストンとかいろんな大学のがもう授業というか、先生のこれというのが受けられるという流れがあって、これもなんか日本ではあんまり知られないのはもったいないなと思ってます。一番の理由は英語だからだと思ってるんですけれど、そういうのもですね、でも2001年に MIT が OCW というのを始めてからの流れです。だいろんな形で、あと GitHub とか、これもエンジニア関係とかプログラミングとかやったことがあるというか、ちょっとマニアックにやってる人は知ってると思いますけど、流れもすごくって、世界ではですね、オープンライセンスの議論とかが21世紀の頭ぐらいにわーってあります。どういうことかというと、1970年とか80年ぐらいは一回なんか知的財産としてこう、例えばソースコードとかは全部なるべくこう閉じて見せないようにして、それを企業の価値にしてた時代から、徐々にフリーライセンス、オープンライセンスというものが定義されるようになって、つまり、なるべく開いて、誰でも見れて、誰でも使えて、誰でも編集できて、誰でも再配布できて、その代わりでみんな、もともとの権利がそれだけ許してたら、途中で囲い込むのは許さないのと、これはもう完全にオープンなものだ、そういう議論が20世紀の頭にされて、
その流れってやっぱり世界を変えているんですね。だから世界の大きなイノベーションの多くはやっぱりそういうオープンイノベーションの中から生まれているし、企業もそういう流れをうまく使っています。一方でやっぱり日本ではその流れはあんまり来ていないと思っています。で、必ずしもなんか世界が偉いわけでは全くなくて、日本遅れてるなんて話だけではなくて、全然日本がいいことたくさんあるので、世界をベンチマークにする必要は全くないんですが、ただ世界が動いてるってことは何かがあることが多くてですね、やっぱ面白いんですよ。で、そういう無料で何でもオープンで開くってことをちゃんとライセンスとして定義して、だからただただ垂れ流すんじゃなくて、ライセンスをしっかり定義してですね、やっていく。で、もうだから社会全体でまさに競争のことをする、今中国もすごくそういう流れになってます。で、これでいいこと悪いことあるかもしれないけど、一つ いいことで言えば、格差社会の中で全然そういうものにアクセスできなかった人たちが、急に才能を発揮したりとか見出されたりということが実際は起こっています。なので今だともうアフリカでも結構未開のところでもスマホを持っているということが多いので、結構スマホを通じた新しいイノベーションがこう起こっていたりします。もちろん悪いこともきっとあるので、いろいろ慎重に考えなきゃいけないんですけれど、でもなんかそういう流れも含めてですね、やっぱりあなたも研究者、芸術家、エンジニアであり、発明家であり、経営者である、新入社員であっても、なんか赤ちゃんであっても、主婦であっても、もう引退したっていうおばあちゃん、おじいちゃんであっても、先生ももちろんです。皆さんが、立場によらずすごくやっぱり作り手であると、なんかその年齢とかそういうのによらないよ、あなたも研究者だし、音楽家だし、芸術家だし、数学者だし、アスリートかもしれない、発明家かもしれない、経営者かもしれない、それは本当に会社を持っているかどうかというよりは、考え方みたいなものですね、そういうことがすごく腑に落ちやすい時代になっていると思います。それは技術の革新が一つ背後にあると、インターネットの影響とかであると思ってます、またちょっと抽象的な話で長くなってますけれど、まあ、なので、そういう時代の中でステムとかスティームという言葉は生まれてきました。だここも、別に本当に海外が偉いわけじゃないけど、日本だとどうしてもこう科学技術のお勉強と理数系の科目であるというふうに取られてあまり流行らなかった最初のステムの時ですね。で、STEAM で A が入った方が私は日本は絶対いいと思ってたので、今私の会社の A を保持してますけれど、アート、リベラルアーツの重要性、それが入ったことは日本でもだいぶ今 STEAM という言葉入ってきてます。ただ日本人真面目なので、ややもするとアメリカが先に始めて日本は遅れているとか、これの定義は何なんだ、これは STEAM と言えますかとか真面目に考えがちで、やっぱりどっかに正解があると思うんですけど、諸外国のやり方とか、今回の万博でもそうですけれど、どちらかというとその概念にどういう意味を持たせて、どういうコンテクストを持たせて、使っていくかというのは結構私たち次第、新しく生まれた言葉なんか特にそうですね。だからSTEAMをどういう文脈でどういう意味合いにするかというのは本当に私たち次第だと思います。逆に言うと、さっき半万博、最近私の時々アンSTEAMっていうのも言ってるんですけど、STEAMという言葉はもしなんかプログラミング教育だとか真面目なあれだ、なんかこうまたある種の文化をまとってくると思うんですけど、ある一定のところまで来たら一回STEAMは外した方がいい、むしろいいと思っていて、アンSTEAMの時代が来ると思っています。ただ今まだまだ揺らいでる時代で、STEAMがこう楽しいフレキシブルな想像の、ワクワクをこうなんか喚起してくれるような新しい学び、こう答えが一つじゃなくて、あなたもその本当にアーティストとかエンジニアのように作ったり、研究者のように考えたり、数学者のように考えたり、そういう学びなんだよっていう文脈を持たせられるまだ柔らかい時期だと思っていて、なのでどう使うか、何が正しいのかというより、何がSTEAMだったら面白いかっていうことをみんなが考える。で、そこにヒントというか使えそうなものとして、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティクスがあると。で、これのいいこととしては、学校の先生とか今までいろんな教科で一生懸命その教科研究をやってきた先生たちがちゃんと認められるということです。この中にも入っている。あと大学も企業もそうです。皆さん何か好きを持っていたり専門性を持っているので、そういうのは全部認められます。ただなんかそれはその点だけじゃなくて、その分野をちょっと時に超えてですね、その好きとか価値があるからこその競争、コクリエーションがを促してくれるのがSTEAMで、あと正しいものを出すだけじゃなくて、みんなが作り手として考えるということが本当に大きい。それは企業とか大学だとある種当たり前というか、研究でもイノベーションでも
まあ、企業でやっぱり開発部とかになるのかもしれないですけど、やっぱり生み出していくということが大事なんですけど、そういう文脈がスティーブにはあります。少なくとも確かに諸外国で言われているスティーブにはそういう思想が必ず書かれています。なので思想だと思います。そういう思想をちゃんと見ていくことが大事だと。今の文科省さん、経産省も結構スティーブ大事だと言い始めていて、まあ、2027年に次の学習指導要領の草案というか形が出されて、それから徐々に施行されるわけですけれど、何らかの話でそこまでスティーブも消えているかもしれないけど、でもスティーブ的な精神というのは間違いなく入ってくると思っています。文科省の定義はサイエンス・テクノロジー・エンジニアリング・アート、あるいはアーツ、ここではアートになってましたけれども、アーツになるとリベラルアーツを指します。でマスマティックスなど各教科での学習を実社会での課題解決に生かしていくための教科横断的な教育っていうふうに文科省は今定義しています。定義も変わるかもしれません。特にですね、この課題解決大事なんですけど、私20世紀課題解決の時代だと思ってます。今でも課題解決なんて企業がやるもんだと思ってたんだけど、あ、そうか、自分もできるかもしれないっていうふうに思えることはすごいことで、課題解決今でも大事です。世の中課題にあふれてますから。だけど課題解決だけじゃなくて、課題を作るというか見出すというか、問いを作る力、テーマを作る力、そこそのものが結構今求められているので、必ずしも課題解決だけではないということが大事だと思ってます。ある種課題解決ってどうその解をデザインするかってデザイン力なんですが、問いを作る力とアート力ですね。アートというものの重要性、どっちも大事なんです。アートも大事です。でもそれを形にするデザインも大事であると。だからアートとデザインの両方が求められている。思想と具体と言ったりもしてますけども、思想的なものと具体的なもの、具体的なものに落とし込める力、この両方が大事だと。で、経産省はちょっと似たようなことでこんな言い方をしています。ワクワクを中心にした知ると作るの循環と。今から先もやっぱり学び、知るって大事ですと。で、作ることも大事である。で、今までの学校ってもしかしたら割と小中高は知るをベースにしてて、答えがあるものでテストでチェックをし、こんだけ知れたからよし、あなたはもう社会に出ましょうということで、ある意味価値を作る人に切り替わって、最初試行錯誤しながら価値を作って、だから結構子供と大人っていうふうにそうやって分けられていた。しかし今もう揺らいでいて、いろんなものが正しいことなんだろう、本当にこれで合ってるか、教科書書かれてることに本当は違うかもしれない、変わるかもしれない。で、そういう時代の中でもう幼稚園でも赤ちゃんでも小学生でも大人になってからもずっと知って作る、作って知る、この循環を繰り返していくことが大事であると。だからもう年齢とか立場とか関係なく、この知ると作るの循環が大事で、でもその真ん中にはワクワクがある。やっぱりワクワクすることじゃないとそんなことなんか やりたいという気持ちになれないので、すごくやっぱりこの自分を知るというかワクワクを中心にするということが大事である。これは私の、委員として入っていた未来の教室で第二次提言の方で、最終的にまとめた形ですけど、これは結構気に入っています。はい。で、まあ、そんな中で、STEAM を今やってるんですけど、まあ、これはイメージです。アメリカの STEAM の空気感としてはこんな感じの絵本とかたくさん並んでます。すごい楽しそうなんですよ。だとなんか遊んでる感じでごちゃごちゃにして、あの家が汚くなりそうだなっていう感じの、写真とかがいっぱいありまして、まあ、あの低学年に限らずですけれど、あの中学校とかでもですね、やっぱりなんかちょっと、まあ、ある種のアート要素があるというか、なんかやっぱり必ずしもプログラムとかだけじゃないです。この中にでも絵画を使ったりですね、それで光らせるとか、なんかいろいろ入ってるんです。でも当たり前そういうものと手を使う、五感を使う、色とかいろんなものが出来上がってくる、そういうものが全部ごちゃ混ぜになっている形で、その先にはこんなサイエンスがあるかもしれない、こんな数学も関わっているかもしれない、そんなことが書かれています。やっぱり作るを中心にしたものだと思います。で、あとさっきもちょっと言いましたけど、ミュージアムとか図書館とかもあり方が変わってきていて、今でもまだ日本だとアートってどっちかというとすごい人が絵を見に行く、すごい人が演奏を聴きに行く、何かこうやっぱり血を得に行く、もらいに行くっていう感覚が強いと思うんですけど、本来みんながアーティストであり作り手であり、アートっていうのはいろんな文脈の中のものであるって考えると、やっぱりミュージアムだからこそやっぱり何か体験できて、自分が作れて遊べる場がある。図書館も同じくです。血を
もらうだけじゃなくて、むしろその知の創造の場であるというのが、このライブラリーメーカースペースの思想の中にあるというふうに言われています。そういうことをですね、まあ、公園とかもそうです、自然もそうかもしれません、新たな形で捉え直すということが求められている。で、だから大事だと思っているのが、揺らぎのある遊び、遊び、その目的のものですね。それから、アートの力、自分なりに問いを作る。で、あと形にする力。それから社会を動かす。そうは言ってもそれが個人芸だけじゃなくて、今一緒にこの時代を生きているみんなと共に、あるいは AI とか、あるいは微生物とか、ゴリラとか、アリとか、いろんなものたちと一緒に、どういう競争のエコシステムを作っていくのか、お金の流れだけじゃなくてですね、いろんなものの流れだったり、全部含めて21世紀の競争文化をどう作っていくかということが大事であると。でそれをまあ0から120歳のみんなでやっていこう。で、これはちょっとメモがてら書いてますけれども、同志社女子大の上田伸之先生、プレイフルラーニングで有名ですけれども、がよくですね、学びにおいて大事な4つの要素として、人と活動と空間と道具と言います。やっぱり人育成、本当に大事だなと思ってます。で、その人にちゃんとでも何か道具というか、楽器なのか、絵筆なのか、新しい、例えば AI、AR って言っても、こう耳で聞いてるだけじゃなくて、やっぱり遊べるものをつけること、もしかしたら自然ということでも、何かこう、ちょっとした道具ですね、が、の使い方とかも含めてですね、育っていくことが大事だと思っています。で、あとやっぱり活動空間道具というセットで考えると、サードプレイスの活用が多分大事だろうと、まあ、このあたりのエコシステムをどう作っていくか、まあ、これは観光庁もだし、自治体もだし、企業もだし、大学もだし、ミュージアムとかもだし、子どもたちもだし、学校の先生もだし、みんなで一緒に考えないとできないことだと思っています。で、これはちょっとご紹介です。私たちそういう思いがあったので、国の方にですね、税金を使って何か実証プロジェクトとかやるなら実証が大事なんですけど、やっぱり初めてこの01って難しいので、税金を使ってそういうことをするのは大事であると。ただやっぱりそれに関わった学校とかはいいんですけど、それが報告書用なだけではですね、一体本当に何かわからないと。で、だったらみんなが使える、まずは何か新しい多様な教科書みたいな場をプラットフォームで作ればいいんじゃないかと提言して、 STEAM ライブラリー、オンライン上での図書館、 STEAM とはみたいなことが具体的にこういろいろあるような図書館を作るべきだということを私の方で2018年に経産省を提言し、それが2019年に採用されるというか形で経産省からの提言書に未来の教室のところに出て、で2020年に、予算がついて、いろんな企業とか大学が、プログラムを公開するようになりました。これは STEAM ライブラリー 1.0 で、2021年度、今年の3月かなにこの 2.0 が出ていて、今150ぐらいのプログラムが出ています。これ全部無料で見れますので、STEAM ライブラリーで検索してみると出てくると思います。なんでこれを経産省がやってるんだってあるかもしれないですけど、でもまあ関わってるのは企業とかたくさんいます。大学も学校もありますけれど、まさにそういう産官学のエコシステムを作っていくためにも、企業が慣れないながらもそういうプログラムを作った。いいものも悪いものもあるかもしれないけれど、なんかいろんな形で、でも監修も私たち、監修も入りながら自分たち作る感をさせてもらってきたんですけれど、いろんなものを持ってます。で主に SDGs 的な観点を多くって、いろいろ面白いテーマ、企業ならではのあの企業のこの話はめちゃくちゃ面白いみたいなのがたくさんあります。いろんな立場の人がいろんなものを書いてます。で、私たちはですね、ちょっと趣向が違っていて、いわゆるそのプログラミングとかロボットとかセンサーとかの使い方が知ってる人って本当に今少なくて、今こうまだ点在してるんですよね。で、国もだいぶ研修とかやり始めてるんですけど、まだまだだなと思ってる中で、なんかこれ本当アメリカとか英語中国語はやっぱり人が多いので、無料で面白いそういうサイトが山ほどあって、だからもう学校なんか行かなくてもやりたいことさえあればもう検索したらいくらでもできちゃう状況になっているのに対して、日本はプログラミングスクールとか行ってお勉強しないとなんか学べないっていうのがもったいないなと思っていて、全然プログラミングが全てだと全く思ってないんですけど、ただ遊び道具としては面白いんですよ。私は数学でいろいろ頭の中で考えてたことを、パワーポイント、今日もパワーポイント使っちゃってますけど、
パワーポイントばっかりだったのが、やっぱりプログラムに出会うことで自分でシミュレーションが作れたりとか、あれって思ってたものがもうおのずくで面白いんだけど、なかなかすぐにできないときに、あ、こんなこともできるんだな、あとセンサーとか使うと IoT とか言ってることが、あ、もう今だったら数千円で、ね、なんか秋葉原でっていうとマニアックなイメージがあるかもしれないですけど、本当に簡単にいろんなことができるようになってます。だから知るってことは大事なんじゃないかと。まずだから、あ、今こんなことできるんだ、子供だけじゃないです、ぜひ皆さん、大人の皆さんもむしろやっていただきたい、子供以上に宿泊すると思いますけれど、なんかでもやってみると、ああ、なるほどと、あ、 AI ってこういうことかとか、 IoT ってこういうことかとか、あ、ここ大変なんだなとかって、やっぱりやってみると分かると思うので、まあ、それをなんか支援してくれるようなものがあるといいなということで、まあ、ファーストステップとして、このまずこれがプレビューコーディング、これウェブ上でお絵かきをするように、それを、まあ、ある種数学の力で作っていくんですけど、これ見るだけだとちょっと面白くないかもしれなくて、やっぱり研修とか1回やると、一回人が関わるとすごいやる気になって、みんなめちゃめちゃやってくれるんですけど、でもやっぱり大人の方とかだとこれ見て勝手にもいろんな作品作ってくれてる人もたくさんいます。これ9モジュールぐらいありますので、もしよかったら見てください。あとこれがね、よりあれかもしれないけど、フィジカルコンピューティング、センサーとか IoT とかもさっきからちょっと言ってるところですね。あと AI も今、Google さんがそういうの仕掛けてるので、すごく簡単に AI を育てて学習させて、さらにその AI に、じゃあこういうことが分かるようになった AI 君に、 AI ちゃんなのかに、じゃあこういうことをしてもらおうって、プログラムでちょっと働いてもらうとか、そういうことも少し簡単になってきた。やってみた結果、やっぱり自分に合わないなと思ったら、アイデアを考えるだけでも構いません。でもやっぱり一回やってみるっていうのは楽しいので、もしよかったら見てみてください。で、あと、まあ、数学に関しても秋山先生と一緒にですね、まず私仁さんの思想が大好きで、やっぱり数学の五感を伴う体験とかを通じて、やっぱり一番理解できるということで、その流れで数学体験館の副館長も今させてもらってますけれど、まあ、これも作るを通して学ぶ、数学×デザインとか音楽とか宇宙、それから数学×保険みたいなことを出してますので、もしよかったら暇な時にちらっと見てみてもらえればと思います。で、私たちだけじゃなくて、他にもいろんな人たちがいろいろ出してます。ここに出してないですけど、私たち他にもですね、それこそクラゲ館の絵で命をなんか高めるオブニバス版みたいなところで、小堀哲夫さんも建築について語ってくれてますし、上田信之先生もプレイフル、なんか学びの風景が変わるという動画も出してくれてます。あと作詞で自分で作詞を作ってもいいよって杉原孝吉先生の話とか、目が見えない人がどんな風に普段感じてるのかを話してくれてるものとか、あと上勝町、徳島県の上勝町で命をテーマにですね、あとゼロウェスト宣言してますけれど、あれは高校生たちが自分で企画を考えて、撮影も結構頑張ってドローンで撮ったりとかもしながら、まあ、プロも入ってるんですけど、一緒になって作ってる上勝町、命輝く場上勝町っていうのもあります。そのあたりをぜひちょっと見てほしいです。あとバーチャル数学体験館っていうのも作ってます。で、その結果として、じゃあ例えば子どもたち、これプログラミング始めて1ヶ月ちょいぐらいの、徳島商業高校の子どもたちの作品ですけれど、すごいね、全員違う可愛い自分なりの作品、自分の好きなものに絡めた作品を作ってくれます。やっぱり絵だと動かせないのが、これだと動かせるということで、みんなノリノリで、これ実際書き方としては数式とか座標平面とか変数とか関数とか、まあ、いわゆる中高生の、数学を満載で使うんですけど、やっぱり、まあ、それこそ数学が何の役に立つのかよく言われますけれど、アートとかデザインの面でもめちゃくちゃ今役に立ってます。今世界中のやっぱりアーティストたちは どっかでデジタル交えていかないともね、でやっぱり交えると表現の幅がうわって広がるので、やるとそこに数学がめちゃめちゃ使われてます。もちろんアートだけじゃないですけど、でこういうのが出てきたり、これも本当に160人を相手に3時間ほぼ全員プログラミングやったことがなかった高校生たちにやった時に、やっぱり全員のように違う作品を作って、夏休みの宿題で出してきてもらったら、こんなにもいろんな作品が出来上がりました。これ相当すごいです、みんな。はい、あとやっぱり発想が面白かったりもします。その人の個性が出るので、そこはすごく面白い。でそういうアート的なものを私やっぱりこれから大事で、まあ、こういう遊び、これはアートの手前の遊びだと思うんですけど、遊びもやっぱり大事で、そこからアートになってくる。自分は自分とは何かみたいなことの向き合いとか、音とは何かとか、
まあ、哲学みたいなことですね。もうこれが大事だなと思ってます。あ、これはね、数理女子ワークショップで、やっぱり数学で女の子が少ないので、もっともっと増やしていきたいということでやってるワークショップですけど、数学者たちで一つだけ決めているのは、答えが一つの問いを出さないということです。研究者の答えは一つの数学なんで全然面白くなくて、数学を発見する、数学で作るをテーマに、いろんな活動を、女の子とお母さんを対象にやっています。実証なので LGBT の方とかはぜひなんですけど、基本でもやっぱりまだ少ないからということで理解していただいて、よくお父さんとか男の子で入りたいって言うんですけれど、まあ、ちょっと今回はなんかこう、たまにはこういうなんかもうペチャペチャカフェみたいなおいしいものを食べながらワークショップするっていうのをやらせてもらっていたりします。これあのもちろん男女混合でやることもあります。でなのでこういう活動をいろいろしていて、で徐々にですね、さっきの遊びのところからアートになったり、それから課題解決になったりします。これ一つ、もう彼ら最初の特色の子たちが最終的に、課題解決として、まあ、企業さんのホームページをちょっとより良いものにしようみたいなプロジェクトが始まりました。あ、30分になってた。はい、そろそろ終わりにしますが、であのすごくやっぱり企業のことをいろいろヒアリングしてインタビューして、あ、もっとこういうふうに高校生で生コンクリートとか面白く分かってもらうといいねとか、アプリを作ろうとかですね、いろいろ出てきています。あと農業高校とか、水産業高校とか、そういうところだと本当に身の回りに課題がよくあるので、自分は工業高校じゃないからロボットとかあの使う立場だと思ってた子どもたちが、あ、自分でもできるかもって思うと、自分たちが困っていることをじゃあやってみようとプロトタイプするようになって、自己流でやって、で未来の地球学校の中で他に王子工業高校、あ、じゃあちょっとあの子たちに聞いてみようみたいな感じで、その競争ネットワークをうまく活用してくれて、自分たちで課題解決をするということが生まれてきたりしています。特に支援の皆さんもいろいろなことやってくれています。でそんなことを今やっていて、あとあれですね、ハンドベルのみんなが、その美しさをなんとか耳が聞こえない人たちに届けたいって言って、葛飾ろう学校とつながって、お互いに、まあ、そういう目的のためにプログラミングはあくまで手段なんですけど、このハンドベルの美しさをなんとか伝えたい、それを感じたい、おのおのが自分たちで初めてプログラミングやりながらつながったりしています。まあ、別にプログラミングじゃなくてもいいです。ただ日本にまだまだその喜びが伝わってないので、私は今はチャンスかなと思って伝えているところです。もっともっと原始的なものづくりということもの喜びも伝えていきたいと思っています。ということで、いろんなことが起こっています。結構すごいです。たった3ヶ月とか4ヶ月、5ヶ月半年ぐらいでここまでいける。で何校かは数年やってるんですが、これをだからもっと本格的にみんなが、まあ、どんどん変わっていっちゃう人はいてもいいし、でも本当にやりたいってことだと思った子は、やっぱりこれはね、数年やっていくことで、場合によって2025に、このうちのアイディアを一人の力じゃなくて、みんなの力で発表できるんじゃないか。で、だん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 それが本格化してですね、もの身近なものを解体したりとか、そんなことも思っています。もちろん数学も使われるかもしれない、アートもあるかもしれない、絵を描く子が好きな子もいい、歴史が好きな子は、なんかそこに、なんか、うまいことその歴史のストーリーを入れてくれたりする。まあ、自分の好きなものがなんかちょっとでもあれば、それもあのよく日本人だと、いや好きなもの見つからないんですとか言うんですけど、 ほんのちょっと好きだなと思うものがあれば、それはもう誇ればいいんです。なんで好きじゃないと思っちゃうかというと、あの人ほど好きじゃないとか、あの人はあんなにできるのに私が好きというのはおこがましいとかですね、そういうふうにやっぱりちょっと日本の場合特に真面目で大人になるんですって思っちゃうんですけど、いやそんなことないと、ちょっとでも面白いな、自分下手だけど面白いと思った、弾けないけど楽しいと思った、そういう経験があれば、できるかできないかじゃなくて、やっぱり心が動くかどうかで、その好きをちゃんと深掘りしていくと、なんか新しいあのなんか自分なりの価値というのができるなと思ってます。これはあの自分自身が、私自身がいろいろ好きで、作ったもので、野菜と果物のオーケストラで、触ると音が鳴り、ミラーワールドの情景が変わってみんな生きてるよっていう作品を作ったり、私は触られると何か感じるっていうのは、やっぱりその中で実は電子とかいろんなものが動いていて、それをちょっと聞こえるように見えるようにしてみたという作品になります。これちなみに最後、ハムスターでも奏でられるよと、
みたいなことをしていたりですね、まあ、なんかこんな自由にいろいろやってていいのかって感じですけれど、あと AR でもですね、これもちょっとだけお見せします。見れないかな、もしかしたら。これカードを認識して、まあ、それに対して何かが出てくると。だから使っている技術は AR ですけど、こういうコロナ禍でみんな出会えないときに、いろんなミュージシャンに音の素材をもらって、ある意味バーチャルセッションをやってみるということをしてみました。これミュージシャンにとってすごい面白くて、ミュージシャンじゃなくても、演奏できなくても、DJ みたいな、自分の好きなミュージシャンたちのものをこう組み合わせていくことができる。で、カードにいろんな意味合いを見せられるので、例えば、今、ボサノバというカードを出したら、そのテーマが変わっていくとかですね。なんかこういうのは結構自由にいろいろできるんですが、本当にアイディアが大事で、私の場合やっぱり音楽が好きで、ジャズが好きでとか、数学が好きでとかっていうことが、こういう新しい技術と出会うことで、まあ、何か表現の幅が広がるということを体験しました。はい、ということで、やっぱその中でオンラインの可能性があって、カンボジアの皆さんとかがですね、すっごいプログラミングにハマって、もう1回もお会いしてないです、まだコロナ禍だったので。で、カンボジアの、しかも観光業に関わる方が多いので、なかなか大変だったんですけど、その分時間が余っていて、そしたら、もともと文化的なことを話してほしいと思ってお声掛けしてたんですけど、彼らがプログラミングにハマっちゃって、すごい作品を作るようになって、まあ、カンボジアの文化を、こうやってデジタルアートを通じて伝えてくれて、もうここまでできたら彼らはあそこでスティームスクールを開けるということで、また新しいビジネスにも挑戦してもらったりしています。こう今つながっています。いろんな学校つながっていますよと。はい、でそこからいろんな出会いも生まれている。だからもうなんかいろいろ面白いことを仕掛けられる時代だなと思って、スポーツであったり音楽であったりいろんなものを掛け合わせたりすることもできる時代だなと思っています。ということで、あと数学オリンピック来年日本でありますので、はい、楽しみにしていってください。ではですね、一言言いたい、これはじゃあこの後の質疑応答のところでちょっと見ながらお会お話をさせてもらえればと思いますが、せっかくなので、質疑応答に15分欲しいと言われてるんですけど、まだ4時まで25分あります。ちょっとだけ、ピアノを弾いてみたいと思います。で、とはいえばですね、結構こう喋りと演奏するっていうのは、未だに切り替えが難しいなと思ってるんですけど、なので曲をちょっと弾くというより、こう皆さんと作りたいなと思って、これよくやってるやつなんですけど、即興でその音をもらってそれを使って演奏すると。ただいつもですねその5音を中心にその5音だけを使ってたんですけど、今日ちょっとですね、まあちょっとここも試行錯誤しているところで、その5音をモチーフにしながらもっと自由にで時々その5音にちゃんと戻ってくるというような形で即興演奏で、まあ今日という日を作れたらいいなと思ってるんですけれど、あ、これって声とか皆さん出してもらってもいいのかな。何をしてもらいたいかと言いますと、音をですね、なんかドとかファとかそういう音を欲しいっていうのと、あとテーマ、なんか1、2個のテーマを欲しいと思っています。急にお声がけしてくれるんですけど、誰でもいいです。ファとかドシャープとか何か言っていただければと思うんですけれど、いかがでしょうか。新人気なのこれなんかマイクとか行く感じがいいんですかね。それとももう、あ、そこにあるんですね。まあでも声で出してもらいましょうか。ちょっと皆さん頑張っていただいて、コロナ禍なのであんまり声を張り上げてもらってマスクしながらだったら大丈夫かと思うので、ファーとかレイとか言っていただきたいんですけど、ぜひ協力をお願いします。どなたかいますっていう人手を挙げてもらっていいですか。あ、じゃあファーで。ファーで、もう一つみ、すごいいいですね。女性がお二人答えていただきました。み、ファー、みときました。シャープとかフラットとかあっても構いません。もう3つか4つ。ぜひ、手を上げる力みたいな。お願いします。ラ。ラ、ファー、ミ、ラ。他、いかがでしょう。あ、お願いします。そう、皆さんなんかすごいストレートです。素敵な感じなんですけど、発見が多いですけど、
この辺りシャープとフラットとかいかないですかね、誰か。あ、じゃあお願いします。ドシャープ。ドっていいの？ドシャープ、OK です。じゃあドシャープ。で、じゃあどなたかなんかテーマみたいなのをなんか1個か2個言っていただきたい。タイトルというかテーマというか、なんかそんなのも出せます？誰か。万博ですかね、これは。どうでしょう。まあじゃあ、テーマはむしろ、皆さんが何か感じたものを言っていただきたいと思うので、ここに1個スライド作って、タイトルを自分で聞きながら考えていただければと思います。感想もあってもいいです。ちょっと、スライド切り替えましたので、さっき一言申していただいた皆様方、ちょっとタイトルを送ってもらえればと思います。じゃあこれを最近結構プログラミングを交えて、音と映像とっていうのもすごいやっていて、他の競争フェスティバルとかっていうのをみんなでやってるんですが、ちょっと今日はもうあえてこれで、これを見ながら、これをある意味で、譜面としながらですね、演奏をしてみたいと思います。では行きましょう。はい、今いただいた音はですね、これは本当にしたいような素晴らしいピアノで、今日響きも最高なんですけれど、いただいた音を弾いてみます。はい、なんか最後のがちょっと違和感な感じで、はい、テーマにしながら、私なりに今日のお話と絡めてですね、皆さんと何でしょう、何か考えながら演奏したいと思います。答えがあるものにもありません。皆さんなりに感じたことをタイトルとして書いていただければと思います。演奏してみます。
とうございます、こんな素敵な会場なので本当は演奏をたくさんしたいというか、ミュージシャン今いろんな形で音楽家も数学者も関わってもらってやってるんですけれども、またいろんな形で皆さんともお会いできればと思います、ということでこのタイトルが何だったかちょっと気になっているところですけれども、戻って見てみたいと思います。はい、今日はプレスの皆様とか大学の皆様、企業の皆様いらっしゃっていると思います。ちょっといつもと違う形でいろいろ話したかもしれませんが、あ、いいですね。ワクワクおもちゃ箱、万博大阪、銀河、飛翔、水、再生、バース、ワクワク未来を感じる日本の裏側、ボサノバで、デイミエン、ハプネス、梅田クラゲ、未来への後悔、梅田クラゲでいいですね。はい、スティームの可能性、いろんな方、命の川、いいですね。いろんなことを感じるので、まあ、音楽も、こうしていろいろね、捉え方って人とそれぞれなので、本当に音楽を聴きながら絵を描くとかもですね、もっともっとやってみてもいいし、自分で楽器を作るもやってみてもいいし、なんかやっぱりいろんな形で作るを通して、命を楽しむというか生きるを楽しむことがもっと増えてくるといいなと思っています。あ、もうこんな時間でした、すいません、質問受けたいと思います。途中でもやらせてもらいましたけれども、ぜひここからは手を挙げていただいて質問を受けたいと思います。ありがとうございます。すいません、長くなっちゃいました。それでは、リアルの質問、いつもの質問についてあると思いますが、ご質問のある方は手を挙げてですね、ご所属とお名前をおっしゃったりで、ね、ご発言いただければと思います。前方に今女性がマイクを立たしておりますので、そこでご質問をいただければと思います。よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。なかなかリアルでは見にくいのかも匿名というわけにいかないですか。先生、まあ、インターネットの普及によりましてね、人それぞれですね、情報発信ができて自分の表現ができるという時代になってしまったと。これマスコミにとってはですね、なってしまったという世界なんですよね。我々の立場としてはですね、情報発信は独占これまでしてきたわけですけれども、これからのですね、私たちのあるべき姿というか、そういったことにご助言というのはいかがでございますか。愚問かもしれませんけれども、どんな感じでございますか。そうですね、なんかテレビ新聞、そういう広告とかもそうですけど、だいぶ変わってきてると思うんですけど、なんでしょうね、上野美幸先生の言葉に結構ヒントあるなと思ってるんですけど、セサミストリートがそのテレビを使って初めて教育をしたっていう話をよくされていて、そのやっぱり子どもたちがどういうふうな反応するかということで、テレビを通してそのインタラクションを得たっていうのはインターネットが始まる前なので、セサミストリートもやっぱりめちゃくちゃ面白いなと思ってます。でだからなんかインタラクティブになって、だからやり方は変わったんですけど、いまだにやっぱり各ご家庭にテレビとかがあったり、新聞があったり、するっていう、これがあるのが、それがその双方向になる時代なわけで、なんでしょうね、どういう形がいいのか私もちょっとまだはっきりは分かんないんですけど、なんかその市民化されたライターであるとか、何かそこでうまくなんかコミュニティが作られて議論するとか、ニュースピックスとかそうなのかもしれないし、なんでしょう、いろんな形がありうると思うんですね。だから思想みたいなものが必要な気がしていて、なんかここの媒体はこういうことができるとか、ここではこういう遊びみたいなことをみんなが語り合うとか、何かこううまくそのこのインタラクションのフィードバックみたいなものを活用するような、メディアのあり方みたいなのがあると面白いかな。そこはでも結構いろいろ実験をしなきゃいけないのかなと思ったりはしています。全然カクとした答えがあるわけじゃなくて恐縮なんですけれど、はい、ありがとうございます。何でしょうか。ぜひこれも諸外国と比べるつもりはないんですけど、本当にニューヨークでいると中国の人もアメリカの人もみんなめちゃくちゃ手を挙げるんですね。目の見えない方もなので、ぜひ、はい、ご質問してください。はい、ぜひぜひ、はい、今日はどうもありがとうございました。とてもいいお話、どうも嬉しかったです。私は朝日放送テレビの藤田と申します。
自分の娘が今イギリスにいます、日本でいうと中学校、ね、で今年から DP という授業が始まるんだと。 DP 何かって聞いたらデザインテクノロジー でこれを中学校2年で学んでいくというのを聞いて、と思ったんですけど、結局日本ではこういったその、まあ、中島さんがおっしゃっているようなスティーム教育を本当に小さい頃からちゃんとやっていけるかっていうのは本当に重要なことだと思うんですけど、どうも日本の学校だとそううまくいかないように思えるんですが、どうなんでしょうか。あの何もしなかったらわけかないと思っていて、そうですね。で情報だけの問題じゃないけど、確かに情報関係のこともすごくあの知らない大人が多いので恐怖感があって、学校側とか先生側とかで、あるいは準備がめちゃめちゃ大変であるとか、だからやっぱりみんなのハードルを下げる、やっぱ大人のスティームの遊び場が必要だなと思ってます。だから先生も研修するような余裕もないけど、なんかもっと楽しめてちゃんと認められるような場で、なんか図書館とかで遊び場ができるっていうのは、私むしろ先生とか保護者とかがそこでなんかそういうものに出会って、なんかこう恐怖感とかハードルを下げてくれて、なかなかうまくいかないっていうのの楽しさっていうのをちゃんと知ってもらうっていうことが、むしろちょっと文化を変えていくには必要かなとは思ってますね。あとはその無料で使えるような素材とか、あの最終的に無料じゃなくていいと思うんですけど、あの今の段階ではそういうなんかオープンな教材とか、そういうのがどんどん増えてくるってことも大事かなと。まあ、あの経済産業省さんも主導的にやるっていうことが、まあ、やっぱり仕方ないのかなと思うんですけど、本当に文科省とか実際の教育現場の先生方ってどうしてもなんかいい学校と言われるところへの進学率とかを重要視してしまって、本来あるその学力よりやっぱり、ね、能力とか学ぶ楽しさを学んでもらった方がいいのかなと思うんですけど、どうしてもなんか進学率ばっかりに引っ張られてくるこの世の中を、まあ本当、まあ、中島さんのような人に書いていただけたらと思いました。どうもありがとうございます。そうですね、先生たちもトライ用によっては楽しい時代だけど、トライ用によっては辛いと思ってる先生も多いと思うんですよ。なかなかこう、まあ、本当恐怖感とか今までの価値を否定されるとかで、なので先生を楽にするということと、必ずしも学校だけじゃないと、子供たちとか親の方も、親が言ってることも正しいかどうか分からなかったり、先生が言ってることもあれじゃなかったり、なんかいろんなオプションを作って、まあ、それこそ今不登校もね、問題になってたり、全部不登校がいいも悪いも、なんていうのかな、いろんな考え方があると思うんですけれど、なんかでも必ずしも今の学校の今のクラスの今の家でうまくいかなくても、場合によってオプションがあるということを本人とかが知ったりして選び取っていくことができるような場を作っていくことも大事だなと思ってます。だから両方かなと、学校という現場とか先生とかがなるべく楽に変わっていくことができるような研修だったり、なんかそういうヘルプ措置であったり場を作るってことも大事だし、子どもたちとかから見るとそれだけが全てじゃないと思える場を準備していくということ、まあ、従来だとそれが塾だったりしたのかもしれないけど、まあ、いわゆるその受験のための塾だけじゃないような、いろんな学びの面白さを教えてくれるような場なのかもしれないし、それがそのいわゆるお金を払っていく塾だけじゃなくてもちょっと開かれた場としてあったりとか、まあ、その辺がだから例えばメディアとかも、それから日経さんも、確かに私の日経スティームをご一緒させてもらいましたけれど、なんか それこそ朝日放送さんはこれぜひ宣伝ですけど、今週18日 Q1 っていう番組が出るはずで、Q1 は、なんか探究の甲子園みたいな感じで、高校生たちを中心にいろんな面白いことやってる高校生たちをフィーチャリングして、それのコンテストもやっぱり第0回目みたいなこと ABC 放送さんがやられていて、私も審査員で出させてもらいました。なんかそういうなんかいろんなところで自分が表現できたり発信できる場を準備していく、社会の側がっていうことが大事かな。そういう意味で文科省さんもすご
すごいでも面白いこととかいっぱいしてその話とか研修も準備してるんですけど、やっぱ今結構わーっと大きく変わってくる中で、例えば経産省、もしかしたら外務省、総務省が、学びということに関わってくれるというのは私はいいことなのかなと思ってはいます。はい、道のりは長いと思うし、なかなかそれがうまくいかない箇所がきっとたくさん出ることは分かっていて、なんかなるべくそこが誰かがすごい辛くなっちゃうのをできるだけ避けるにはどうしたらいいかっていう感じですね。はい、なんかそんなことどうもありがとうございました。ありがとうございました。あと情報だけじゃなくてものづくりの喜びで、やっぱりね、楽器を自分で作ってみるとか、なんかこの間関野さん、あのグレートジャーニーの関野義晴さんとだいぶ話したんですけど、ああいう船を自分で作ってみるとか、家を自分で作ってみるとか、なんかそういうのもすごく改めて大事だなってすごく思ってます。吉田さん、無茶ぶりなんですけど、あと2、3分ありますけれども、コンサートの、アンコールがつきものですけれども、あと1曲だけですね、短い曲をなんかリクエストしていただけないでしょうか。演奏ですか。演奏。なるほど、あのアンコールです。どうですか。ちょっと今即興だけでは寂しいので。なるほど、申し訳ないです。じゃあ、せっかくのサーウェイです。そう、なかなかね。じゃあわかりました。即興でいいかなって。はい、どれでいこうかな。じゃあせっかくなので、私曲作るのもすごく好きで、そうですね、どれがいいかな。私は本田武宏さんっていうジャズピアニスト、実は師匠なんですけど、で曲作るのも好きで、まあ、311、その2011年ですねのあった後に2曲ほど作った曲があるんですけど、さっきの流れてた曲も実はその時に作った光っていう曲なんですが、もう一つの希望の花という曲と、皆さんもよくご存知のある童謡を混ぜたような曲を演奏してみようかなと思います。すみません。はい、ありがとうございます。そうじゃあよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
どうもすみません。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。これで、ね、本日の定例会2回とさせていただきます。もう一度お願いします。